開園セレモニーが行われたのは、来月開園予定の東岡山 IPU 子ども園です。この施設はいずれも公立の3つの保育園と1つの幼稚園を統合し、環太平洋大学を運営する創志学園グループの社会福祉法人元気の泉が運営するものです。敷地面積はおよそ9400平方メートル、定員数は318人と岡山県内で最大規模となります。園内は子どもたちがのびのびと成長できるよう、部屋の仕切りを減らし、開放感あふれる空間でつながりを大切にしています。また広場には遊具が充実していて、今日は招待された入園予定の園児たちが思い思いに遊んでいました。何して遊ぶのが楽しみ？滑り台、ブランコ。どうでした？楽しかった。子ども園は今後、環太平洋大学と連携して実習授業なども行うということです。